日本はこれまで利用目的のないプルトニウムは持たないと国際社会に説明してきましたが、原発の再稼働が進まない中で国内外に保有するプルトニウムは増え続け、現在はおよそ47トン、原爆およそ6000発分に及びます。新たな方針では3年後に完成する6カ所村の再処理工場の稼働を調整したり、電力会社の間でプルトニウムを融通するなどして保有量が現在の水準を超えることはないとしています。さらにプルトニウムを使う電力会社や研究機関は使用量や利用目的を記した計画を毎年公表することとしています。新たな方針は IAEA 国際原子力機関に報告されます。